はい、阿部ちゃんです。今回はもうね、大チェーン店誰もが知る居酒屋に行こうと思います。もうこちらでございます。1軒目酒場さん。まあこの1軒目酒場さんってもうめちゃくちゃ有名じゃん。もうコスパがよくお酒を飲めるという有名な居酒屋さんでございます。ドリンクがね、1杯190円だったりとか、おつまみも200円台なのよ、ほぼで、席料とかもないから1000円あれば十分な居酒屋でございます。はい、ということで今回はこちらの1軒目酒場さんでせんべろをしたいと思います。じゃあ行きましょう。はい、ということで来ました。私、男梅サワー緑茶杯190円ですよ。安いよ。じゃあ乾杯しますか。行きましょう。じゃあお疲れ様です。お疲れ様です。あー、うまい。よし。はい、ということでじゃあ先にメニュー紹介しましょうか。はい、うん、じゃあメニューこちらでございます。つまみメニューでございます。もう安いものはもう100円台からね、高くてももう350円とか、コスパがとにかくいいですね。こちらがドリンクメニューでございます。一番安いのが190円だからね、安いよ。コスパがとにかくいい。ということでね、もうあのおつまみも頼んだんで、はい、頼んだおつまみ紹介しましょうか。こちらでございます。はい、こちら山盛りもやし炒め、うん、290円でございます。山盛り、山盛りですね。はい、こちらガッツポン酢です。250円。うん、はい、こちら名物煮込み290円。よし、じゃあ食べましょうよ。はい、ねえ、もつ煮がね、名物って書いてあったね。これ本当はもつしか言ってないんだね。汁もないね。いただきます。うん、うわ、おいしい。まあまあまあ、プリップリしてるね、意外と。味噌ですね。うん、うん、こってりだね。めちゃくちゃこってりじゃない、これ。うまい、うまい、うまい。あの、もやし食べようよ。お山盛り、やっぱね、もやしってうまいから、うん、庶民の味方。そう、じゃあ、もやしいただきます。そうだね。うん、いい味。うまいね。永遠に食えますよ。もやしだけがこんなにうまい。もやしだけだよ、だって。味方ですね。うまいな。塩コショウが効いてますね。うん、もうもやしだけで十分じゃ。そう。あ、貧乏人の味方だから。そうそうそう、かさ増しの味方。そう。本当に味濃いですね。濃いね。濃いからお酒が進む。そう、うん、ガッツポンいく。ガッポン。じゃあガッツポンでいただきます。さっぱり。うまいね。ネギ、ミミがある。あ、うん、歯ごたえが良くてみたいな。そうですね、うん、ポン酢がいいね、うん、さっぱりして、つまみに最適な感じがします。うん、酒&酒です。お、それは酒だ。酒ってさ、はいはい、なんでこんなうまいんだろうね。ほんと阿部さん好きっすよね、酒。玄関開けたらもう空き缶だらけなんだもん、阿部さん。今日阿部さん自身後だったんですけど、BTS が爆音で、永遠に BTS、 しかも1曲。なぜか知んないけど、ずっと同じ曲が流れてたのよ。ダッ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 ダラダが永遠と。いつまでかかったんだこれ。頭おかしくなるって言ってたもんな。もうやめっつって。K-POP 好きなんですか。俺 K-POP 好きだね。へえ。俺韓国語もできるからさ。で、韓国語で美味しいってわかる。わかんない。わかんない。やってあげるよ。はい、お願いします。マシソヨー。何先言う。何先言う。じゃあ俺行っちゃうわ。あ、行ってください。
うまそうよ。おかわりします。はい、2杯目いつものレモンサワー。強くない？これほらレモンこんだけ入って190円だからね。すごい。これうまい、うまい。うん、これさ、はい、この前の頃さ、はい、しょっちゅうジャニーズにいそう、ジャニーズにいそうって言われてたんだよね。あら、板橋だったんだ。いや、なんでさ、俺、嵐じゃないのかなって思ったことない。なんで阿部じゃなくてニノなんだろうって。なんで松潤が立ってて、うんうん、阿部拓が立ってないんだと。なるほどね、うん、しょっちゅう思ってたよ、俺は。どう顔。それ言われたら俺も何も言えません。2杯目男梅サワー。いいですね。あ、おいしい。多分太ったよね。やばいっす。今多分 6.5 太ります。そんな太る？なんで？冬だから溜め込んでんの。蓄えてるのかもしれないです。そう、中身してよ。へそが潜ってるじゃん。何その腹、だらしないな。ちょっと見せてください。違う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 、服開けた瞬間ぽよよよ。こんなもんだよ。毛も生えてるし、へそもあり、すごい。毛は関係ないでしょ。あら、うまい。はい、もう一杯頼もうかな。どうぞ、うん、つまみも何か食べますか。じゃあつまみも頼もうか。そうしましょう、うん、3杯目です。よく飲むレモンサワーですね。これ190円ですから。飲みます。でね、ちょっとあのおつまみも追加で注文しました、はいはい、こちらでございます。はい、こちら塩焼きそば、うん、290円です。安っ。うまそうじゃね。うん、美味しそう。いただきます。うん、うまっ。うん、うん、うん。あ、うまいな。美味しい。こんなんさ、いい感じの締めじゃない。確かにね、うん。昼からずっと食べて飲んでしてるわけじゃないですか、夜まで、うん、なんかすごくないですか。ずっと食欲を満たしてるね。おめさんの三大欲求何か言っちゃうんですか。三大欲求？俺ダントツで睡眠。いや俺ね、寝るの大好きなのよ。これ10時間寝ないともう気が済まない人なの。これ親の遺伝なんか知んないけど、はい、俺のお母さんもすごい寝るのよ。俺のお母さん平気で30時間ぐらい寝るの、はい、すっごいな。30時間、本当にすごいっすね。俺も本当に10時間寝ても、うん、起きるとき、ぜーって思いながら起きる。はあ、はあはあはあ、そんな感じ。母親やばくないですか。よいしょ。あー、うまい。うん、この辺で1軒目酒場終わりにしますか。終わりましょう。うん、ごちそうさまです。ありがとうございました。はい、ということで本日のお会計こちらでございます。かなりコスパイク飲めた。めちゃくちゃいいですよ。やっぱ一杯190円だしさ、席料も取られないっていうのが相当コスパいいね。1軒目じゃなくても、うん、2軒目3軒目の方が俺は来やすいと思う。お酒だけ飲みに来るみたいな、うん、ぜひ皆さん来てみてください。はい、はい、この動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。あれ